です。こんにちは。こんにちは。ゆうこです。ジーマです。はい。よろしくお願いします。ということで今日は教えて〇〇コーチ、はい、ということでジーマコーチに来てもらいました。はい。今日はですね、こうレッスン生さんとかあのコメント欄とかでよくあるお悩みということで、はいはい、打点が下がっちゃう。ありますね。ありますよね。レッスンでも結構聞きます。そう、結構ありますよ。そうですよね。どちらかというとなんか、ジュニアの方の親御さんとかから言われること多くないですか。そうなんですよ。打点が下がってるって周りから言われるから、そうですよね、なんとか教えてほしいなみたいな。そうですよね。皆さんね、結構周りから言われるんですっていう方が多いかなと思うので、今日はそれの解決策というか、なんで打点が下がっちゃうのかみたいなところをジムコーチに聞きたいなと。はい、僕なりのやつをお届けします。はい、はい、最後にこうじゃあそれを改善するための練習方法なんかもね、はい、はい、やっていきたいと思いますので、はい、皆さんぜひ見てください。はい、では行きます。レッツゴ ー。火曜日は体塾、バドミントンの体の悩みを解決しちゃうよ。水曜日のヒレミントン、笑えるバドミントンをお届けします。金曜日は日本一への道、チームコカケアの活動を応援してね。打点が低いんですってい う, こう、はい、お悩み結構多いんですけど、はい、どうですかジーマコーチ。打点はですね、はい、結構多いです。多いですよね、はい、で僕なりにそれに対する改善方法も、おーめっちゃ聞きたいです。お、教えてください。はい、ありがとうございます。打点が低い、はい、どういう風に振ってる人が多いですかね。打点が低い人って、打点低い人は、まずよくあるのは、手が前にこうやって出ちゃう。あー、なんで振っちゃうとこうなっちゃうし、あ、もう本当に結構下の方、そうです、最後の最後で打っちゃうみたいな。そうなっちゃう原因は、当てたい、あー、なるほどなるほど、こういっちゃう、あ、目に近いところなのかな。こういっちゃうから、あ、すごい、それ初心者の方に多いですね。そうです、結構僕も見てきました。見てきます、確かに確かに確かに。でもう一つは、最初の構えが低い人、あ、あ、そうです、テイクバック、あ、そうです、テイクバックの、うん、で低いとこのまま手がこうやって確かに出ちゃう方もいらっしゃいます。確かに確かに、はい、合わせるのならまだ大丈夫、確かにできてる方そういうので打ってる方もいますもんね。はい、あとはよく言われる3つ目としては、肘が下がっちゃってるよ。あ、さっきの手と似たようなところなんですけど、肘がこう下がっちゃうと結局この回るところが体に下がっちゃう、確かにっていうところが結構大きく3つぐらいあるから、お、はい、じゃあまずはその自分がどれに当てはまってるかなっていうのを、そうですね、チェックするのが最初大事ですね。はい、そうです、チェックポイントは当てにいってない、なるほど、なんかちっちゃく動いてない、なるほどなるほど、最初ラケットの位置どこにあったっけ、おお、はい、いいですね。そう、その3つのポイントを、はい、自分なりにちょっと見てみてください。分からなかったら、はい、ちょっと友達とか、確かに、はい、誰かに見てもらうといいかなと思います。はい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあなんかどういう風に練習していったらいいですかね。そうですね、そういう人たちは。練習としては、僕が結構一番大事にするポイントなんですけど、この状態。お、はい、この前から見るとこんな感じ。おお、もう肘が上がった状態。あ、そうです。振り下ろす。ああ。振り下ろす。よくジーマコーチのレッスンでやってますね。あ、そうです。はい。感じです。で、確かに大事にしてほしいのが、ラケットをこうやって後ろにやってるんですけど、じゃあこの時こうなってない、あー、なるほどね、こうなくてこうなってないっていうところが1個と、こっから前に下ろすんですけど、手をこうやって前に突き出しちゃう、あー、こうやって、いらっしゃる、これと一緒、確かに、あ、結果的に一緒になっちゃうんだ。そうです、上がってるのに手がまっすぐこうやって、あ、確かに。そうしたら下ろすって打つ瞬間の時はもう肘下がってますね。そうなんですよ。あ、なのでそこの2つを見つつ、この状態から振り下ろす。おお、まあ、まあ、手投げとかだったら、プッシュ足、おお、プッシュ足、まずは下に打つ感覚から掴むのがいいですかね。そうですね、はい、やっぱりラケット振り下ろすので、はい、下に打つ方が確かに掴みやすいかな。あ、オッケーです。はい、ちょっとじゃあジーマコーチにやってるとこを撮らせてもらおう。はい、ここからパン、おお、ここからパン、ここからパン、おお、いい、ここからパン、ここからパン、ここからパン、おお、ここからパン、おお、ここからパン、はい、はい、おお、いい感じ、意識
するところは、どこのタイミングとかありますか？意識するところは、まずは球が来た時に、うん、ラケットがゆっくりこうやって出ちゃう。はい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 。あ、球来た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 、パチッってなっちゃうと、本番もここから。あー、来た来たってなっちゃう。ここから一気に立ち。おー。待ってー。そう。っていうのが結構大事です。じゃあ空振りしても OK ってことですね。全然 OK です確かに当てに行くよりもまずはフローって感じです。まずは振り切ろう。おー、なるほど。もうちょっとやります。じゃあ真っ正面から。うわ、当たっちゃうかも。ちょっと当たっちゃうかもしれないじゃあ行きます。はい、そろっ、横から撮ってもいいですか？月曜日はプラクティスメニュー、練習メニューの大辞典。木曜日はココバド、学校のバドミントン事情を一挙紹介。日曜日は日本一への道、選手に挑戦待ってます。まずはあれですね、止まって打つみたいなところから。そうですね、止まって打つが結構大事。うんうん。今縦にこう振り下ろしてるんですけど、うんうん、海外が入ると、うんうん、バチンピヨ。おー、よく聞く海外ですね。そうです。ただ海外も入れると2つのポイントが出ちゃうので、確かに確かに最初は難しいかもしれない。うんうんうん、うん、最初は勝ったみたいに球が全部振った方と側に、うんうん、はい、行っちゃってもいいから、うん、まっすぐ縦に。なるほど。振り下ろす。おお。まあ、縦じゃなくてもいいから、大きくこの一気に振り下ろす。高いところから振り下ろす。はい、お、意識持ってもらうと、はい、いいかなと思います。OK です、はい。じゃあこの後多分本番は半身になってみたいなのが入るの で、 それまたじゃあ今度教えてもらいたいと思います。はい、足パターン、はい、OK です。ありがとうございました、はい、ジーマコーチでした、はい。